天才、スピベットは、2013年のフランスカナダ合同のアドベンチャー映画、ライフラーセンの小説、T.S. スピベット君傑作集を原作としている。モンタナの牧場で暮らす10歳の少年、スピベットは、身も心もカウボーイの父と、昆虫博士の母、アイドルを夢見る姉に囲まれて暮らしていた。スピベットは、生まれながらの天才的頭脳の持ち主だが、彼の言動は、 家族からは今一つ理解されずにいた。さらに、双子の弟の突然の死で家族の心にぽっかりと穴が開いていた。そんな中、スピベットの元にアメリカを代表する研究機関であるスミソニアン学術協会から最も優れた発明に送られるベアード賞受賞の知らせが届く。初めて人に認められることの嬉しさを知ったスピベットは、 一人でワシントン DC で開かれる受賞式に出席するべく家出を決意する。数々の危険や様々な人々と出会いながら大陸を横断する。受賞スピーチで彼は重大な真実を明かそうとする。カッコ内は日本語吹き替え、キネマ旬報2015年3月下旬号100ページ。ありがとうございます。